トマタダムは、岡山県トマタ郡鏡野町の一級河川、吉井川本川上流部に建設されたダムである。吉井川河口の小島湾から約90キロメートル上流に建設された岡山県内では、初めての国土交通省直轄の重力式、コンクリートダムである。吉井川では1945年9月の枕崎台風や平成10年台風第1号などによる、 洪水被害がたびたび発生した。その一方で、平成6年滑水など昇雨による滑水により、取水制限が行われ、しばしば深刻な水不足に見舞われた。苫田ダムは、こうした治水、利水両面を担う多目的ダムとして建設され、2005年4月より運用を開始した。ダムによって形成された人造湖は、 旧奥津町に建設されたことなどから公募により、奥津こと命名された。総貯水容量日8410万立方メートルは、岡山県内のダムでは新成和川ダム、湯原ダムに次ぐ規模である。またダムの水没地区は、旧奥津町の中心部であったことから大規模なダム、反対運動が展開され、その内容はしばしば、地元マスコミでも報道された。非常用洪水棄には、 重力式、コンクリートダムとしては、国内初のラビリンス型自由越流板だけが採用された。これは、腰流堤をジグザグ型にして、包み町を長く取ることで、同じ越流幅でも直線型より放流量を多くすることができる特徴がある。水位を維持するためのゲートは引っ張り、ラジアルゲートという上からゲートを引き止めた形状をしており、これは国内に例目の採用である。 また、このゲートの上は見学室となっており、放流時には水の流れを間近で見ることができる。150年に1回の確率で発生すると考えられる大洪水を想定し、ダム地点毎秒2700立方メートルの約8割である2150立方メートルをダムに貯める。2006年7月に高橋川水系の新見市では、梅雨前線に伴う大雨による土砂崩れが、 発生したのに対し、吉井川水系で被害がなかったのは、トマタダムが下流への流量を少なくして、水位を低下させたことによるものと言われる。岡山県南西部への最大40万トンの上水道用水供給、吉井川沿岸の約243ヘクタールの農地への灌漑用水補給、吉井川下流の工場への日量8500トンの工業用水供給を行う。 ダム運用開始から2ヶ月後の2005年6月に、岡山県内全域で渇水となったが、吉井川では、トマタダムに溜めていた水を流すことにより、取水制限は行われなかった。また、岡山県企業局によって、水力発電所が設置されており、ダムの利水放流水を利用して、最大 4600kW の発電を行っている。トマタアンブダムは、 トマタダム砂岩の上流約300メートル先に建設された高さ28.5メートルのロックフィルダムであり、第二ダム、脇ダムとも呼ばれる。この箇所は地形が馬の背のように低くなっており、トマタダムによってせき止められた水が満水時に溢れてしまうため、それを防ぐ目的で建設された。ロックフィルダムは石や土で作るダムであるが、トマタアンブダムは 遮水剤としてのコア原石が求めにくいことや、後期短縮等が総合的に検討され、貯水池川の表面をコンクリートで遮水する CFRD が採用された。従来の CFRD では、低体漏水やひび割れが問題となっていたが、トマターンブダムではそれらの問題がかなり解決された近代的 CFRD が採用された。ダムから供給された40万トンの 上水道用水のうち18万トンが岡山県広域水道企業団の浄水場で取水され、水道水として家庭に送られている。岡山市、津山市、赤岩市などの吉井川系団体重視、町は岡山県広域水道企業団へ18万トン分の水の代金として年間36億円を支払っている。 また現在使用されていない22万トン分については将来使用する可能性があるという理由で岡山県が毎年6億円の予算を計上している。これらを合計すると、トマタダムの水を利用するために年間42億円が支払われている。またダムの維持管理費用に年間1億5000万円、地元鏡野町の活性化という名目で地元振興費が 年間2億円支払われており、水の使用量と合わせると年間約46億円が、トマタダムに支出されている計算になる。トマタダム建設事業は、岡山県が1953年4月に、吉井川総合開発調査に着手したことから始まる。1957年11月、農林省と県による農業用ダム構想の記事が、山陽新聞に掲載されると、 当時のトマタ村は、緊急村議会で反対を表明し、地元住民は、ダム建設組織規制同盟会を結成した。その後合併して発足した奥津町は、トマタダム絶対阻止を、町税とし、トマタダム阻止特別委員会条例を制定して、町を挙げた、激しい反対運動を繰り広げた。トマタダムは1963年に建設省へ移管され、 1981年12月に、トマタダムの建設に関する基本計画を講示し、建設事業に着手した。岡山県は、奥津町への補助金と公共事業の締め付けによる行政圧迫を強め、1986年から1989年にかけては、ダム組織浜地町3人が、任期途中で辞職するなど調整が混乱していった。また、 関係住民への直接対話や協力要請が続けられた結果、ダム建設要人へ動く住民も次第に増加していった。そして1990年12月、当時の奥津町長がダム受け入れを表明。1994年6月に、マタダム組織特別委員会条例を廃止し、建設省、岡山県、奥津町、鏡野町により、 トマタダム建設事業に係る基本協定が締結された。構想浮上から42年後の1999年6月にトマタダム本体工事機工式が行われ、総事業費1940億円をかけて2005年3月に完成した。ダムによる水没面積は330ヘクタール、水没のうち面積は155ヘクタール、水没個数は504個に上った。 そして、ダム問題で揺れた奥津町は、ダム完成と同時期に市町村合併により、新、鏡の町となり、46年の町の歴史に幕を下ろした。中国自動車道、印象インターチェンジから、ダム建設のため付け替えられた国道179号を北上すると、奥津湖に至る。奥津湖の誕生に合わせて、湖岸道路や橋が整備された。ありがとうございます。